この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。より早くとか、いい成績出せるようにするようなことをやってるんだと思うんだけど、そういうところに、ああ、なんだ、俺がやってることは、科学から見て全然間違ってねえってことが加わると、多分早くなるのかなっていうのが、まあ、見せ方がすごく早くなった一つの要因かなと思ってます。はい、で、ちょっと次じゃあ、サクサクってますね。行動早いけどどうして自分的に答え、はい、自分的に私は行動が早いって言われるんですけど遅いと思うんですよね、まだまだ行動が早いのは多分早いと思われるのは多分バカだからですね。バカ、アホ、素直、頭に何も入ってない。例えば起業しようとしたときにちゃんと頭のいい人だったらお金のこととか考えると思うんですよ。でも私お金とか、まあ、数字が本当壊滅的にダメっていうところを持っていて、でさっきその友人のオーナーから買い取りの物件がありますよっていう時もいくらいくらって多分言われたはずなんですけど、そういうことを頭に入ってなかったですね。やりますかやりませんかって問われた時に私ができたのはやりますっていうことだけでした。うん、それだけでいいんじゃないのかなって思うんですけど行動早いですね。はい、はい、じゃあちょっとじゃあこれだとふわっとしててなかなか参考にならないと思うので多分これだと思うんです。まず一つモチベーションが必要がない。実はこれやるぞやんなきゃ、カフェ例えばオープンさせたいとかお店作りたい、やんなきゃ、うわやれない、なんでだろうって思ってる時点でそれちょっと間違ってる夢の可能性があるんです。実はこれは本田健っていうすごく有名な、まあ、世界的に有名な経営者にあった時に言われたことなんですけども、すごく興奮したり達成感があることを夢だと勘違いしてるみんな。そうではなくて多分みつねこがそうだったと思うんですけども、毎日頼まれなくても知ってしまうことの中に本当にしたいことがあるんだと言っていて、まあ、まあ彼女の場合だとそれにプラスしてこれがあったわけですね。死っていうのが、はい、死んじゃうかもっていう勉強してないと、だって医者行って治んねんだからっていう、はい、これは本当ありますね最近も死ぬ間際の病気になってがんになったんですけども、3回手術をしまして、今は大丈夫になってるんですけど、その時にも本当にこれは思いました。その時に思ったのは、私の綺麗な体のままで私は何をこの世の中に残せるんだろうと思って、M さん、写真家の M さんに写真を頼んで、ね、セミヌードの写真集を作りました。多分なんで僕もちょっとハッとしたんですよ。夢とかやりたいことってすごくこう壮大なものの感じがして、よしって毎日気合い入れてやるようなものかなって昔は思ったんですけど、そうじゃないよって、世界52カ国くらいで、まあ、翻訳されてるようなビジネス書を書いてる方もおっしゃっていて、で僕手前味噌だからカフェ3店舗やってるんですけど、すごい軽いタッチで作ってるんですよ。本当に必死ではないんです。周りから見たら頑張ってんなって思われるかもしれないです。だって僕これはしたいことでしょうがなくて、お金超かかるのも分かってるけど、もう自分のためにやらざるを得なくてやってるんですよね。だってコーヒー好きで、こういう人が集まれる空間が好きで、家具が好きでってやるとカフェやるしかなかったんですよ僕は。なんで実はあんまりこう大それたことではなくて、日々小学校5年生ぐらいの時の記憶が大事らしいんですけど、小学校5年生のぐらいの時に一生懸命やってたこととか、例えばカブトムシを取ると、ごめんね、これいっぱい喋ってるけど、カブトムシを取るとか、それじゃあ仕事したらいいじゃんってなんないでしょ。それ好きなのに。
じゃあ俺カブトムシしか好きじゃなかったらどうすればいいのってなるけど、カブトムシ取ってどうしたかったんですかってことになります。カブトムシ取りに行ってみんなが知らないよく取れるスポットを知っていて、すごい珍しいクワガタとかカブトムシを見せて友達に喜んでもらえた、すげえなお前って言ってもらえたっていう、その感情が実は仕事なんです。だからカブトムシは手段だったので、そこに気づけると実はあの職業なんでもよくて、あのもちろん向いてるものは出てきますけど、あの私はずっと病気だったので、なんだろう、友達と接するとかっていうよりも本と接する機会の方が多かったので、魔術ってもう全部知識が必要なんですよね。すごく深い知識が必要なので、私はそこの点では誰にも負けないっていう自信はかなりありますね。じゃあちょっともう一個こっち行きます。